どうも、フィッシャーのシュウです。モトキです。今回の、撮影なんですけど、はい、心霊スポット。拍手もちょっとさ、怖いからやめようよ、心霊スポットでは。でも俺は生きてるっていう証拠で、裏拍手じゃないもん。そんなことより服汚れすぎだろ。じゃあこれもうさ、ここに来るまでに、もう不幸続きで、そう、俺蕎麦買って、移動中の車内で食べてたの。そしたらバイーンって跳ねて、汁が全部かかって、もうこんな染みできちゃって。マジで、そんな行く心霊スポットだったり、ちょっとそういうの調べてたのよ。ちょっととあるものが出てきて、暗夜って書いてあったのよ。プロフィール画面みたいなのすごい独特だったのね。真っ赤なこう人の目みたいなのがこう映ってるやつで、なんだろうなこれと思って見たら、まあ、ざっくり言うと幽霊屋敷に泊まろうみたいな。心霊スポットの動画ってうち結構やっぱ見られてるのもあるし、みんなから本当にやってほしいってよく言われるんですよ。言われたわ。で、 YouTuber の中では多分結構珍しい、ちゃんと霊が映る系の僕らじゃないですか。いや、そうだね。なんなら何も起こんなかったら、まあ起こんなかったみたいな感じで、ちゃんと言うじゃん。やっていくから、うん、マジであの嘘抜きでやってて、嘘抜きでやってんのに結構頻繁にあるんですよ。あるね。この夏もちょっとそういうのが起こるの可能性が高いところに行きたいなと思って。あったんですか？それが今後ろにあるここです。スタッフも今日ね、カメラマンで入ってもらえるんですけど、ネルとガガなんですよ。この二人は心霊大丈夫。あ、確かに。どちらかというと大丈夫かは。そうだね。逆に多分今日知るんじゃない、心霊を。あれ、そういうのは体験したことないのかしら。多分ないんだよ。不安ないからまだ大丈夫。いや、俺らといると怒るからね、結構。でしかももう怒るってめっちゃ有名な場所。そこに俺らがいたらどうなるかってところも気になるし、ちょっとじゃあ暗夜の説明をしてくれる方に登場していただきましょう。はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ここがあの噂の、わかりやすく言うと、まあ事故物件ですね。まあここで、まあ、事件が。事件、まあ、ここで、まあ、何が起きたかというと、殺人、監禁、遺棄が起きてる。まあそういう噂があって僕が購入したんですけど、ただただ事件が起きた物件というだけじゃなくて、まあ、ここは相当やばいんだなっていうのが、まあ、ここに来てから分かったんですけど、元からこの事件が起きる前から、まあ、ここの物件は、まあ、ずっと空き家になってたんですけど、やっぱお化けが出ると元から言われてた。時系列的にはめちゃめちゃ幽霊が出るって言われてる状態で、まあ事件が起きたと。あ、まあそこに2階が見えると思うんですけど。見えますね。まあそことかに普通に人が立ってるらしいんですよ。もう普通にそのちょっと人いるじゃなくて、普通に立ってたりとか、中でまあ露骨に喋り声聞こえてる。だからイベントっていう、結構横文字で見る と、 ちょっと、ね、結構配慮されてたり、ちょっと演出があるんじゃないかと。なんだかんだ安全な場所なんじゃないか、雰囲気ある古民家買ってるだけなんじゃないかと思うんですけど、ここ本当にやばいとこ、かつ安全も本当に配慮されてないんで、ホームページに書いてありましたもんね、何が起きてもっていうのは。そうです。だからこそ強調していたいのは、ここにいる、まあ、カメラマンさんの方のお二人も、はい、まあ、完全自己責任、ちょっとリタイア率の増え方が尋常じゃなくて、もう半分以上の人はもう途中で帰る。帰る理由はやっぱこの物理干渉。触られた。この触られたとか、顔がグーって出てきた。ホラー楽しむ云々の域を超えちゃうんですよ。だからそれが最近正直ものすごい多発してるんですよ。だからどうしようかなっていうところがあって、まあ生半可なあれじゃいけないところってことですよね。もう思いのほか少人数で、うちの中でもまだ大丈夫そうなやつをかき集めてこれだからね。そうだね。お布団も見えたんですけど、止まるんですよね。まあしっかり止まるんですよね。そうですね。予定です。寝れるように一応持ってきはしたんですけど、本当に危ないっていうのだけ強調して、はい、何かあったらもう僕らもちゃんと判断して、ね、ちゃんと逃げないよ、ね、もう自己判断で、うん、まあ撮影を中断して逃げるとか、うん、それはじゃあもうスタッフもそうだよね。もう無理だなと思ったらそれ言ってもらわないと、うんうん、俺らからしてもしっかりとそれは守らなきゃいけないから、うん、もう無理ってなったら言ってくれ。でも、あ、本当だ、なんか鳴ったな。鳴ってる。鳴ったな。本当？いや、鳴ってる。やばい。そう、森からじゃなくて、最初の1回しか聞こえない。イエスね。じゃあ、はい、行きましょうか。行きましょう。お願いします。多分やばいとこ来たな。何も起きないっていうのは 100% ないんで、うん、何かしら絶対起きる。何かしらが起きるってことですよね。絶対起きる。じゃあ行こうか。ここだね。
こんな感じ、中はね。両サイドに盛り塩してあるのわかりますか？本当だ。お客さんでも、うん、僕でもないですよ、下の。だから誰か勝手に来てこれやってるんですよ。うん、びっくりした。何？あ、カメラか。そうです。あれ胴体検知なんですけど。はいはいはい。こうガラスなんだ、ね。うん。フル時計っすね、うん、だって一旦ルームツアーする ね, ね、中にもし誰か、誰か、うん、そうですね。これ今日お貸しするんで、ランタン。本当でももう一回思ったんですけど、よく買いましたね。ここからは、はい、確かにスリッパで、はい、ここからもう廃墟だと思ってます、ね、わかりました。ちょっと間取りが明らかにおかしいんですよ、まあ、変なところにドアがついてたり、うん、絶対いらないところに道があったり、ここ、うん、まあ、この家で最初に見つけたおかしい点だったんですけど、いや待って、嫌すぎる。まあ、僕、まあ、専門の人が見たら分かるかもしれないですけど、僕は一切分かんないですけど、うん、まあ、この薬、うん、と、まあ、なんかめっちゃリアルなお面、うん、まあ、これは今全く分かんないです。薬はなんか心臓病の薬でしたね。こっちがキッチンか。冷蔵庫があるんですけど、うん、まあ、これはもともとあったやつを電源入れたら使えたんで、はい、まあ冷やしていいです。あ、は、はい、もともと住んでた人のやつが入ってるんで、はい、いやもう一緒に冷やしたくないわ。肉とかが入ってるんですよ、まあ、やめて、もう自由に、はい、自由に、いや手つけないです。別に料理しだすとかないんで。井戸があるんですよ、室内に。 マジだ。室内に井戸、室内に井戸があるの、深いな。結構深さがあるんです、うん、まあ、ちゃんと人が入ったら上がれなくなるぐらい、うん、そうですね。死体遺棄がここで起きたって言われてるんですよ。これものすごい重くて、いやこれは確かに開けられないな、うん、もう持つのも大変なんですけど、これをバーッとやって蓋してたらしいです。井戸があると。2号、お前部活できた。違う田舎の家って結構、うん、こう事件とか事故とか、うん、まあ、病死とかが起きても、うん、意外と特殊清掃に頼まないで、確かに、まあ、個人で掃除してまた貸し出しちゃうパターン結構あるんですよ。でここに、うん、ちょっとなんか血痕っぽいのがあるんですよ。本当だ本当だ、あるね、シミが。気にならないぐらい2階には血痕があるんですけど。あ、そうなの、はい、入ってそのままなんで、はいで済まされないですよこれ。いろいろありすぎてるの。そう、ちょっとあまりにも渋滞してるよね、情報が。で、ここが介護部屋。ここが介護部屋らしいですね。じゃあカメラ映した瞬間なんか鳴った。ほらあれじゃない、時計が右上にあるから。時計死んでるっす、あれ。あれじゃない。で、こっちにお風呂があるんですよ。風呂だ。この家全部水が出ないんですよね。井戸が塞がれてるせいで水が供給されなくなっちゃってるんですよ。これ歯あるんですよね。本当だ、めっちゃ歯ある。本当だ、めちゃくちゃ歯なんですよ。さすがにその事件の被害者のやつではなければいいなって思うんですけど、警察は回収すると思うんで。うん、ですよね。でここがトイレですね。絶対使いたくないな、絶対使いたくない。これ二重なんですよ。本当だ。ここで結構トイレしてる時、うん、なんか起きたってパターンあるんで、うん、ここが、はい、例の2階なんですけど、うん、これが2階。扉が2階に行くための扉っていらないじゃないですか。いらないですね。しかもこれ下からしかかけられないですよ。本当だ。明らかにこの2階から降りれなくするような扉なんですよね。型も合ってないんで、完全に後付けなんです、うん、全然違う、うん、なんか闇を感じるというか、うん、ちょっとなんか良くない理由があるんじゃないかな、うん、2階がやっぱいろいろ起きるって言われてるんですけど、行くっすか。見てみなきゃね、うん、誰かいるのが一番怖いし、めっちゃ。なんか人が出てきたら、はい、お願いしますね。武藤はみんなで行きます、はい、か、置いていきます。いや、置いてるのダメっすよ。そうそう、一番濃厚だな。もう死んじゃうよ、こんな前に。いや、ほんとそうっすよ。どうにかやめる方法はないんすかね。
となんか全般的に全てに鏡があってめっちゃ嫌だよ。これ何を見るための鏡なの。いや絶対嫌だ。ここ椅子が止まんなかった。自然な椅子だな、うん、じゃあ子供部屋。子供部屋っぽいんすけど、なんかすげえ写真とかもあった。そうですね、あのこれ机の中にあったのを僕がこうやって広げたんですけど、うん、軍服着てるぐらい古いっていう。確かに、うん、東京タワー出来たての時みたいな感じの写真があった。そうですね、この前は出来たてでしょうね、うん、カセットとかハワイのナンバープレート、あれお土産屋さんなら絶対買ったの。この部屋のおかしい点がこれなんですよ。向きもおかしいし、個人の部屋にトイレって作んないじゃないですか。確かに、子供部屋ならさ。だからなんかこの部屋だけで生活を完結させようとしてる感じが、またここに閉じ込められてる人いたんじゃないのってちょっと思っちゃうんですよね。で、やっぱこのピエロとか、気味悪いものが結構多いんで。気味悪いですね。応接してるんだ。ここがおそらく、この家で一番やばい部屋。監禁部屋なんですよ。え、ここで監禁されてたんですよ、ね、あ、この中、この中なんですよ。で、この中に血痕とか刺繍が残っちゃってるんですよ、ね、うわ、それは嫌だな。これちょっと全モザになると思うんです。はい、ですよね。壁がボコボコしてる。本当だ。蹴って出ようとしたけど開かなかったと思うんですよね。あー、少し匂う。下の畳も、ね、うん、ちょっとくっつけ方が雑なんで、それめくったら多分めちゃくちゃ血痕出てくるんじゃないか。確かにそんな感じしますね。ちゃんと映せない。血痕があって、逆側となんか椅子が入るようなとこがあって、本当にね、大人が入れて3人ぐらいって感じの場所。屋根裏みたいな。屋根裏部屋みたいな。そうだね、近い近い。で、今こっちに行く。外も一応見れるな。ここがあの水場になってて、こっち行くと外を、はい、消えちゃうんですか。ここは床が雨漏りで腐っちゃってる。ああ、じゃあ行かない方がいい。この2階は基本的にじゃあ近づかん方がいいかもね。うん、ものすごい音がしたとか、うんうん、なんか触られたとか。確かに、まあいろいろあるのがやっぱ2階なんで。ああ、とにかくやっぱ間取りがおかしいですよね。このドアがこんなとこにいらないし、うん、なんか多いっすね、いちいち、うん、で、ここか。で、さっきの部屋、はい、戻ってきた、うん、広かったな。ね、でかいね。クエストとかもろもろ説明します。あ、はい、はい、お願いします。締めよ。まあ、クエストっていうのがあるんですよ。はい、クエスト1から10まであるんだ。ゼロもあるんだ。ほんとだ、ゼロあるわ。これ、ちょっと内容的に、うん、使えないのもかなりあるんですけど。はいはいはい。あの目の前の引きとかバンって開いて、それこそ、顔を見ちゃったらしいんですよ。で、うわーってなって、もうパニックになって逃げて、で、そのままリタイアしたんですけど、まあ、その時に、その方はボイスレコーダー回してたんですよ。すげえ。聞きます？うん、あるんだ。ちゃんとそうやってんだ。2回目のうわーはもう振り返って開いたドア見たら顔がグッと出てたらしいんですよね。まあ、実はもう中止になってるんですよ。ああ、はい、ちょっと一旦クエストとしてやるのを中止にしたんで、うん、はい、いや今の聞いてやりたいやつはやばいで、うん、フローソンも最近結構その写真が撮れたり、うん、変な映像、うん、もう声が入ってたりとか多いんで、うん、それだけ見せますね。はい、でもちゃんとそういうのがあるじゃん。ここ2階、あの動体検知、ああ、ありましたね、防犯カメラ、うんうん、まあ、ここにもあるんですけど、うん、全部動体検知なんですよ。動いたものが、うん、そこから録画されて、で、動体検知が夜中に、うん、お客様にやるときに勝手に作動してて、うん、なんか録画されてるんですよ。何も映ってないですけど、うん、鯉ががっつり入ってて、へえ、天皇陛下って言ってるんですよ。え、天皇
皇陛下ゴニョ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 ってチーンって沈黙があって、その後に人体追尾でこの、まあ、人がいたら追っかけるようになって、まだいないって言って、でそれがぐーっと作動して何か追っかけてるんですよ。何もいないですよ。何もいない。でぐーっと追っかけて、まあうん、ピエロの部屋でピタッと、あそこ、あその動画見ます。はい、あ、本当だ。本当だ。本当だ、ちゃんとなんか言ってるな。すごい、めちゃくちゃちゃんと言ってる。でここで止まるんですよ。へえ、うん、ちゃんとなんか言ってるの。とかやっぱまあここでね、言ったら切りないんですけど。確かに、だからもう最後にちょっと写真だけね、はい、お見せして、はい、まあここで心霊写真が撮れるって結構あるんですよ、うん、これね、女性一人さん、すげえな。そういう方もいるんですね。その人がすげえな、まずなんかいるんですよ。これ遠くから撮ってるんですけど、これよく見ると、うん、あ、顔だ。え、ってかって、あ、すぐ分かりました。うん、分かりました。ここに、本当だ、露骨に顔があるのと、まあ、もうブレてるしね。やっぱ、ね、ちょっとおかしいんですよね、ブレてるというか、うん、結構だから露骨にこういうのも撮れるんですよ。まあこれも本当、今見せたの一部ですけど、暗夜のデジカメがこれあるんですよ。はい、大体これをお客さんにお渡しして、これ自由に撮っていいですよって、で後日データをお送りするんですけど、まあ、ちょっと古いやつなんですけど、うん、これで結構撮れてることが多いんで、うんうん、これ使って全然大丈夫なんで、分かりました、後日全部お送りするんで。分かりました。お、喋ってるだろうか。喋ってるよね。喋ってたよね。ね、上でね、結構2、3人だよね、うん、ちゃんと聞こえたけど、2、3人で喋ってる声だ。わかりました。大丈夫なんですか、このタイミングで。はい、いやもう本当にお気をつけて。はい、わかりました。もう警告には従いましょう。すげえ楽しげな声だったよね。もう一人じゃない、一人じゃないですね、3人ぐらいですね。じゃあ、はい、はい、何かあったらすぐ出ます、はい、っていう感じですね。さあ、はい、いよいよじゃね。いや、お兄さんいなくなっちゃった、うん、どう心境、マジで、うん、マジで一個、うん、さっきカメラ回ってたから、うん、マジで言わなかったことが一個あって、はい、俺ぶら下げてるやん、うん、カメラモード持ってたよね、うん、うわ、携帯が、うん、でもなんか電子機器に異常が起こるみたいなことは、うん、俺たちも体験したことがあるから、うん、まあ、そういうことは起こりうるかもね。これ何なんだろう。今日で終わりです。まだ海が出たら来てください。まあ本当にやばかったらマジで動画とか関係なしに出よう。そうね、基本的には部屋で起こることを喋ったりとかしていくって感じかな。うん、声聞こえたなっていう、うん、あれはだいぶはっきり聞こえたな。さすがにマジなのかなと思う。ね、ちゃんと聞こえたね、うん、上でルームツアー始まる前に、うん、なんかやっぱ2階の方からなんだけど、うん、なんかシャンシャンシャンみたいな音は聞こえた気がする、うん、俺は。それこそ2階とかも明け方とかに行ったとしても、まあ、全員で行ってもね、暗いうちあんま行かないわけだ。そうだよね、うん、今はだいたい0時5分ですね。左肩が痛い。マジ、うん、首からここにかけてがめっちゃ痛い。今痛いな。よくも俺を誘ってくれたな。俺だけも考えたんだけど、最近の新スポ俺しか行ってないから。そう、誘ってくれよ今。あざす。これまでそれ見てきたりとか聞いてきたりとかっていうのがあるわけだけどね。うん、お、めっちゃでかくなった。こっちだね。こっちだ、こっちだ、こっちだ。だからドンって音っていうか、ドドンって感じだったね。さっきの椅子なのではとか思っちゃった。まあ上のな。そうそう、ちょうどよーと思って。でも2階じゃなかったよね。あ、まあ確かに隣って感じか。2階ではなかったよね。あ、だからさっきのお風呂とか、あの歯が置いてあるところ、はいはい、でかいドンの音の後です。そっからはね、パキパキ音は聞こえるけど。
一回静まったって感じだね。うん、表示どうにかしてほしいな。向こう見えるの嫌だよね。うん、確かに。ちょっとずつ休憩をした方がいいだろうね。うん、ずっと起きてるとさ、多分感覚も過敏になってくるから、余計なストレスもあると思うし、ちょっと休憩しながらですよ。でもこうやってトンネル以外でこうやって心霊スポットみたいな感じで来るのなかなか久しぶりというかね、あんまないじゃん、こうやって家の中に入ってるとさ。そうだね。まああの音は誰でもビビるね。がっつりね。がっつりだね。聞こえたとかじゃないもんね。鳴ってるね、うん、録画されてるからそれで分かんのか。じゃない？ゲストリタイしましたねって。嘘かも。録画されてるからそれで分かんのか。じゃない？ゲストリタイしましたねって。2階なのか隣の部屋なのかだよね。多分2階だよね。のあっちの2階の階段とかだよね。うん、そう、斜め、うん、こうだよね。うん、もうほんとそう。絶対トイレ行けないね。ね、トイレだってトイレの方からなってますよ。そう、トイレだね。でもまあ視聴者さんにはこれは味わってほしくないね。うん、動画で見とくのが一番いいよ。あ、そうだし。髪染めとかお写真とかってダメなのかな。今こんな感じでゆったりしてます。もうでもね、GoPro も1時間ぐらい回してるからね。今まで足音がさ、近くで止まったりとか寄ってきたりっていう経験が俺あるから、あ、まだそこまでのパーソナルスペース的なところにはいないっていう感じはある。別室から聞こえてきてる感じだよね。なんかいろいろと今調べたんだけど、うん、この部屋でもなんか誰かがいるっていうのを感じる人がいるみたいな。一回消してみる。これあ、ランタンですか。うん、真っ暗ですね。今こんな感じでね、メールが入って、ガガが入っての寝てる元驚かせるあれではないけど、やっぱあの上がやっぱ怖いよね。どう考えても特に何も今は寝たな。ちょっとトイレ行くか。はい、行きましょう。朝になったからね。夜はちょっと何、あまりにも音がでかすぎてさ、行かなかったけど。うん、行こう。何モニューとかあったっけ、ね、あったと思うんだけどさ。こっちの方から昨日は音が鳴ってたよね。入っててください。閉める。閉めちゃうんですか。あ、いや、じゃあそのままで。いや、別に閉めても。階段か、そこの押し入れっぽいとこかだよね。結構ちゃんと音がするもんね。ドンって。2階ですね。足元みんな気をつけてね。ね。2階っすね。ここで触られたりとか、なんか霊障害の音を聞くと。で、昨日鳴った多分ピアノがこれなんだよ。これですね。このピアノが昨日鳴ったと。僕昨日あの夜見といたんですけど、そこの入っちゃいけないって言われてるここの部屋ね、この部屋の扉は昨日はねしっかり閉めてたんだよ。で閉まってるから大丈夫だね。これだね。押してみるっすか。昨日夜中になったピアノだけど、
なんないな。あ、全部なんないわ。なんないわ。いや、なんない、ならないね。電源入ってないね。あ、今入れたんだけど。あ、入った。入れると、あれ、こんな小さかった音。いや、ポーンみたいな感じだったよね。こんな感じじゃなかった気がするんだよ。ここの部屋も特になんもないけど、ね、気になるんだよな、これがずっと。何これ。いきますか。はい。十分映ってたんじゃないですか。今回ね、お化け屋敷というか幽霊屋敷に泊まろうというね、暗夜さんというので、はい、泊まらせていただいたんですけど、夜はやっぱり怖いな。2時とかの時音が鳴ったりとかさ、ピアノが鳴ったりとかしてたんで、やっぱそれ怖いね。で、今ピアノ見てきたけど電源入ってなかったから。まあでもいい心霊動画になったんじゃないですか。何かしら音は入ってるでしょ、うん、入ってると思います、うん、はい、ということで、じゃあまあ一日お疲れ様でした。あのこういう心霊スポットの動画もちょこちょこ上げてたりとか、過去には本当にね、あの幽霊が映ったりっていうのが僕ら の心霊スポット系多いんで、ぜひともね、あの見てみてください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、せーの、アデュー。セカンドリー、ツイッター、インスタグラム、おすすめ動画ここにありけん。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。言わせ。まずい。